is one. They don't have to go for two. Marooning! It's Japan who do it in improbable fashion. They come from behind. Lucky. あの篠崎選手と何をお話しされたのかなという部分もありますけれど、いやちょっと涙が止まってないですね。ちょっとねお二人今ねお二人涙がね見えますけれども、もう町田篠崎のホットライン、この二人なくしては今の富士通はないですよ。いやちょっと私ももらい泣きしちゃいますけれども、そうですね、すごくこう、もうそれこそガッツあるプレーっていうのを、まあここまで、ね、見せてくれましたし、まあ、準優勝にはなってしまいましたけれども、この2人の活躍っていうのはもう目に焼き付けてますので、はい、ファンはもうね、やっぱこの2人にこう勇気づけられるというか背中を押される部分というのは、勝負どころに、ね、しっかり調子を合わせてきて、惜しくも負けてしまいましたけれども、やっぱりこのエネオスで歴史を作った一人だと思います。でそれをこのまた富士通に受け継いでこの決勝の舞台まで上げてきてますんで、そうですね、はい、また来シーズンにも、はい、期待大ですね、はいはい、さあ町田選手と篠崎選手の抱擁もありました。まだ涙が止まらないこの2人です。